第42話突撃討伐、目標の巨人を討伐しちゃって、ベルトルとライナー、ヒアゴー。かつてのな、仲間だったコニーやなジャンたちはな、未だにベルトルとかな裏切ったことをな認められへん。厳しい訓練をな共に乗り越えた仲や、自信をな共にな抜けてきた記憶がな、選手として生きるベルトルトにな重くのしかかるんやった。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんじゃ。誰が好きでこんなこと、こんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。でも僕らは罪を受け入れきれなかった。兵士を演じてる間だけは少しだけ楽だった。嘘じゃないんだ、コギーちゃん。確かにみんな騙したけど全てが嘘じゃない。本当に仲間だと思ってたよ。僕らに謝る資格なんてあるわけない。けど誰か、お願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。第42話突撃。終わりにしよう。やるしかない。進むしかない。お、ライナー倒しとるな。ベルトルトも負けてられへんで。ライナーが巨人討伐だね。お、おるな。やるしかない。どこかね。あ、おるぜ。やるしかない。誰かがやらなくちゃいけないんだよ。終わりにするんだ、終わりにするんだ。よしよしな、刃変えようか。終わりにするんだ。終わりにするんだ。それしかない。ミッション完了。座標を見つけ出す。ナイスよね、ベルトルト。ライナー、このまま逃げるんやで。